吉川真希さんです。ご卒業おめでとうございます。ありがとうございます。はい、なんでニヤニヤが早いですね。ありがとうございます。あれ楽しいですか？楽しいです今。じゃあよかったです。よし。じゃあ9ヶ月に及ぶ養成所での生活がついに終わるわけなんですが、はいはい、一番印象に残ってることはありますか？印象に残ってることは、自分はちょっとだんだんみんなに訓練遅れてきちゃって、うん、応用走行に行けなかった時があった時に、飯塚の指導員の方が来てくれて、はい、あの師匠の荒尾さんと二者並列をできたことが、ちょっと言っていいのか分かんないんですけど、はい、印象に残ってます。どうでしたかその時は？もう最高にちょっと嬉しくて、遅れとったんですけどちょっと嬉しくて、うん、なんかもう幸せでした。幸せだったんですか？じゃあ、はい、辛いけど楽しい思い出でもちょっと、はい、実はあるわけなんですね、はい。まあ、なかなか本当経験できないそうなんですよことではありますよね、はいはい。走ってる時とかはどんなこと思いながら？あ、もういいのかなと思って、横に並べていいのかなと思って、ね、ちょっと、まあ、なかなかうまくできなかったんですけど、うん、なんかもうそうですね、あんなことないと思うので、うん、もうすごい心に残ってます。なんかその荒尾選手に言われて印象強い言葉だったりはありますか？荒尾さんは言葉じゃなくて行動で示してくれた方で、うん、すごくなんか背中見てあーって伝わってきました。自分に勝手に伝わってきました。これから楽しみなわけですね。はい、はい、そうですね。入所した頃と今とで心境的に変わったことなどありますか？最初から最後まで今も不安です。今もやっぱ不安ですか？はい、はい、そういうなんか楽しみだなっていう気持ちとかは？いや、ちょっとなかなか声張ってもらっていいですか？もうちょっとなかなか不安しかないです、はい、タイムも全然やばいので、これじゃあちょっとレース出たらやばいなと思って不安しかないです。うん、そうなんですか？覚えることもたくさんあると思うので、うなんかさっきいろいろお話に聞くと、はい、飯塚所属33期の中で、はい、ムードメーカーだというお話を聞いたんですが、ですね、それは皆さんがうまく言ってくれてます。はい、そうなんですか？はい、そんな感じ。そんなことはなかなかありません。ないんですか？はい、噂によるとちょっと天然なところがあるという情報が多々聞こえてるんですが、はい、そうですね、それはあの風の噂のもので、はい、あの違います。違いますか？はい、人工です。人工ですか？はい、そのセリフがまたちょっと天然感を匂わせてきます ね。 そうですね、人工です。人工ですか？じゃあ逆にね、選手になってからも、はい、そういう部分をお客さんに見てもらう機会が増えるわけじゃないですか。はい、そういうところでどうですか？ただただ頑張ります。頑張ります。はい、頑張ります。ありがとうございます。すいません、こんなに。いえいえ。じゃあそれではですね、デビューに向けての意気込みをこちらのカメラに向かってお願いします。はいはい、今できることを、全力で出し切って最後まで走ります。応援してください。